幸い橋は、福井県福井市中心部の阿諏川に架か,かる、福井県道28号福井朝日、竹尾線、及び福井鉄道、福竹線上にある橋、日本一の桜並木の川上寄りに架か,かる。橋の上を走る福井鉄道の路面電車古代からの幹線道の北陸道にあたる、下流約600メートルにある99橋に対し、幕末に初の架橋となったため、 新橋とも呼ばれている幸い橋は、新たな幹線道として、明治以降に、国道十八号、国道十二号を経て、現在の道路法による国道八号に、同福井バイパスの初期部分開通時まで指定されていた。現在の幸い橋北詰交差点は、県道福屋さひ、竹尾線の起点であるとともに、国道百五十八号のかつての起点で、北陸自動車道福井インターチェンジから、 福井市街方面に向かった月あたりの六サロ。現在は福井県道、石川県道5号福井加賀線が南東方向と北方向に曲折している。旧国道8号である橋の南北直進方向はフェニックス通り、旧国道158号である。北詰め交差点の東方向は城の橋通りの相性が福井市によりそれぞれ制定されている。 北約150メートルにある大名町交差点は、福井市役所の資金位置にあり、県道福井加賀線がさらに西へ折れるとともに、北へ伸びる福井県道30号福井丸岡線の起点、東の福井駅から来る福井県道11号福井停車場線の終点でも、あるといったように、福井県で最も主要地方道が集中する区間で、あるため、車の往来が激しい。また、 この区間には本町通り駅があったが、掛け替え工事を機に2002年7月15日付で廃止された。なお、大名町交差点の東西方向の道路相称は、東側が中央大通り、西側が本町通りで、北東角には京福バスターミナル、北西角には福井銀行本店がある。2001年末から老朽化により2002年10月13日から、 仮橋に移設された新しい橋は2007年12月16日に完成した。ありがとうございます。